もう一息、プライマリー駆動サーボを閉めるだけ。プライマリー駆動が壊れたのは今月これで3件目よ。個人的にはこの手の古いモデルはさっさと型落ちさせるべきだと思うわ。さあどうかしら。この子たちのほとんどが理論上の寿命をとっくに超えているんだから。いやドクター、丈夫に作られていると思う。嘘じゃなかった。まさか本当に来るとはね。ねえいいかな、私はアリー、アリーフィルモアインスティチュートのチーフエンジニアだと思ってくれればいいわ。あなたの話を神父から聞いたとき信じられなかった。大変な経験をしてきたのね。波の人なら絶望しそうな。差し支えなければ教えて、何があなたをここまで支えてきたの？息子を見つけ出し守ってやりたい一心だった。息子さんが見つかったからには立派な男に成長したと自慢できるといいわね。さてこれから施設部門について手短に説明して、その後で質問があったら何でも答えるわ。ご想像通り、私たちはインスティチュートの機械と電気のシステムがちゃんと動くように保守しているの。この場所みたいに働いて暮らせるようにシステム全体のメンテナンスやアップグレードをしている。この壁の裏には機械がたくさんあって、空気や水をリサイクルしたり、研究所やコンパウンドに電気を供給したりしているわ。他の部門ほど刺激的な仕事ではないかもしれないけれど、少なくとも大事な仕事ではあるわ。ここにいて神父について話しているということは、あなたも仲間なの？何の仲間だって？インスティチュートのことよ、もちろん。ショーンの話だと、私たちと同レベルでないにしろ、少なくとも近いレベルで操作できたようだし。不思議ね。施設部門について知りたいことがあったら、喜んで話すわ。これだけの場所の電力を賄うのは、かなり大変だろう。もちろんよ。ありとあらゆる貴重な電力をできる限りかき集めているわ。電力を補充するのに役立つ技術を長年にわたっていくつか学んできたの。必要とあれば地表のえりすぐりの供給源からも入手できるわ。もちろん必要な分しか拝借しないけれど、幸いにもアドバンスシステムは常に新しい方法でエネルギー量を増やそうと取り組んでいるわ。これも素晴らしいでしょ。需要は増す一方だから分子分解装置を一度使うだけでどれだけ消費するか知りたくないでしょ。確かにそうね。アリ、あれでよし。こんにちは。終わった。何かご用？さあ仕事に戻って。ここを最初に建造したのは誰だ？昔からあったのか？インスティチュートの建造は歴代の科学者の業績よ。私たちの直系の祖先、大戦を生き延びた最初の世代の人々は旧 CIT の地下に避難したの。その息子や娘たちは長年にわたってさらに奥へと掘り進めて、ますます洗練されたコンパウンドと研究所を作り上げたわ。現在も建造は続いている。新たな施設やインフラのために今でもトンネルを掘り進めているわ。今から100年後ここがどうなっているか思い浮かべてみて、それを私はこの地で見届けたいの。ドクターフィルモア、こんにちは。何かご用？ここの部門の顔ぶれについて知りたい。もちろんよ。ドクターローレンス・ヒックスは機械エンジニア、生命維持とセキュリティシステムについて広く監督しているわ。電力分配はドクターエヴァン・ワトソンの専門分野で、ドクターニュートン・オバリーは食料調達と住居の担当よ。バイオサイエンスを応用して食事の栄養バランスが最適化確認しているわ。優先順位の低いメンテナンスや作業のために人造人間ユニットもいくつも使っているわ。こちらこそ。当然よ。私のバッジ274の最新報告書に目を通す時間はあったか？まだ見ていない。ドクター・ホルドレンの人造ゴリラ計画が良い結果を出しつつある。ようこそ。来てくれて嬉しい。いけるか不思議だ。子供はもうすぐ10歳になるはず。どんな子供であれ上であれだけ生き延びられるのは驚異的だ。そのことは深く考えないようにしている。ここでの自分たちのことだけでも手に余るのに、あの一家は失われようとしている歴史の最後の生き残りだ。この問題にはこだわらないのが一番いい。彼らが人間であることに変わりなく、しかも苦しんでいる。少なくとも気の毒であるのは認めざるを得ない。
すみません、ドクター。もようこそ、よく来てくれた。どうして人類をバイオサイエンス部長のドクター・クレイトン・ホルドレンだ。我々の仕事ぶりを見せたくてうずうずしている。腰を抜かすよ。例えばどのような？それを今から説明する。バイオサイエンス部門は名前の通り、植物学、遺伝学、医学などを専門に扱っている。最も大事な役目は、インスティチュート全員の健康と幸せを守ることだ。そのために特殊な品種改良を施した植物を栽培して食料や薬に利用している。人造動物の研究さえ始めている。あのゴリラを見ただろう。現時点ではペットに過ぎないが、それでも驚くべき可能性を秘めている。あのゴリラも人造ということか。その通りだ。君の反応ぶりを見る限り、彼らを生き物のように見せる仕事は成功している。この計画はまだ初期段階だが、将来性は興奮に値する。時間をだいぶ取ってしまったようだが、これだけは聞かせてくれ。仲間に加わるか決めたか？今は何とも言えない。とりあえず保留して検討する。重大な決断なのはわかるが、滅多にない大きなチャンスでもある。急いで決める必要はない。いずれにしろまだいろいろ見て回りたいだろう。あるいはお望みならどんな質問でも喜んで答えや。何か手伝えることはあるか？あるかもしれない。そうだな、落ち着いたら連絡をくれ。何か考えておく。クレイトン、何か足りないものはあるか？あの人造ゴリラについてもっと教えてくれ。彼らは成功の部類と言っていいだろう。行動様式は昔の記録に残されていたのとほぼ同じだ。残念ながら当初は何度か失敗した。突然攻撃的になるし、しかもかなりの怪力だ。調教師を2人殺したので、今は安全に監視できる場所に隔離されて暮らしている。ドクター・ホルドレン、何か手伝おうか？医療担当者を教えてくれ。時々世話になるかもしれない。それならドクター・ディーン・ボルカートを紹介しよう。彼はインスティチュートで最高の生物学者で、居住者相手に医師もしている。ドクター・ボルカートは診察室で働いている。用があればいつでも訪ねてくれ。連邦一の医療を受けられる。保証する。消費は最小限にすること。プライマリーレベルが 2% を切るまでチャージするな。それからナビゲーションソフトウェアにパッチを当ててないなら、このミーティングの規則はご存知でしょう。許可された人員のみです。で、ドクターアヨは自分のオフィスに隠れてられると思ってるわけか？ふん、やつに伝えとけ。スキャン中、この抜き打ちの被験者の身元判明。マザーに伝えておくからな。真夜中に人の部屋を荒らす。ロボット工学部門へ乗り込んで尻を叩いて消しかけようと真剣に考え、君としてはさぞや誇らしいだろ。標的パッケージのアップグレードを依頼したのに渋ってなかなかやろうとしない。コーサーを何人か同行させた方がいい。すみません、メッセージを送ってくれ。やめて。ただでさえあちこちの部門といろいろ揉めているのに。アラーナ、お手柔らかにしてくれないか。私のやり方はいつも結果を出すし、今回も同じだ。まあ見てろ。理事会が人造人間の脱走をもっと真剣に考えればいいのに。他部門にいくらか頼らないと必要なものを得られないこともある。ドクター。さあどうぞ。 SRB 局長代理のジャスティン・アヨだ。率直に言おう、もうしばらくの間お前を監視するつもりだ。ファーザーとの関係はともかく、お前には少し計り知れないところがある。分かってくれただろうが何も問題はない。そうだろ。なぜ信用してくれない？正直に言えばお前がよそ者だからだ。実際よそ者がインスティチュートに来るのが許されたのは随分久しぶりだ。あまり前例がないことだから警戒を厳しくするのは当然だ。個人的感情からでないことは断言しよう。 SRB の概要をお前に簡単に説明しろとファーザーから頼まれた。最大の任務は逃げ出して地表の人間たちの中に紛れ込んでいる人造人間を回収することだ。なぜ人造人間は逃げ出そうとする？人造人間に望みなんてものはない。
外見は人間かもしれないが機械に過ぎない。逃げ出した理由については目下調査中。回収作業の主力を担っているのはコーサーだ。第三世代の人造人間で地表任務を担当している。コーサーはインスティチュートから逃げ出した人造人間を追跡回収する。自己完結性が高く、追跡、潜入、戦闘に能力を発揮する。早い話、えげつない性能だ。とはいえ、すでにコーサーに出会ったからこうしたことは全てご存知と見える。実際どうやって倒したのかぜひとも知りたいところだ。そんなことをなぜ気にする？コーサーの戦闘プログラムに欠陥があるなら、それを特定して修正しなくてはならない。生産ライン全体の詳細な分析をロボット工学部門に頼まないといけないようだ。もともと問題がないわけではないし。さて、他に用がないなら仕事に戻らせてもらおう。あなたが SRB の局長代理なら、局長は誰だ？局長はドクタージマー。注目度の高いユニットを中心にその回収を監督している。ドクタージマーの不在時には私が円滑に物事をまとめている。ドクターアヨ。あ、なんだって？コーサーは特殊な訓練を受けていると言っていたが、詳しく教えてもらいたい。 SRB は第三世代の人造人間の動向を監視していて、特別な特徴がないか探っている。粘り強さ、勇敢さ、強い独立心を示した者は厳しい訓練を受ける。武装しての攻撃、丸腰での攻撃を教え、技術、心理状態、機械操作の腕前を調査している。最終評価で合格点を取った者がコーサーとなる。残りの者は記録を消され元の任務に戻る。ジャスティン。一体何だ？手短に済ませてくれ。人造人間の再生方法について詳しく知りたい。結構だ。逃げ出した不良人造人間を見つけたコーサーは、人造人間のリコールコードを使い、記憶を消して抵抗できないよう書き換える。そして神経経路の配置を復活させる精密なプロセスを開始する。この方法が成功した例では、人造人間は地表での記憶をなくしたまま任務に戻っている。損傷を修復できないこともしょっちゅうで、廃棄処分を強いられている。不審なことがあったら何でも SRB に報告してください。全システム異常ありません。計14化合物に可視反応なし。次の試験を開始する。彼女は2時間以上もいる。何のテストをしてるの？何も、お遊びでやってるだけだ。ドクター。ちょっとあなた、ここへの立ち入りは許可されていないのよ。実のところあんたを探していた。私を？なぜ？あんたを見つけるために BOS から送り込まれた。遠回しに言うのはやめてちょうだい。大体分かったわ。見つかるのは時間の問題だって分かってた。およそ10年もの間ずっと背後を気にしていたわ。いつか奴らがあなたのような人を送り込んで私を始末するんだろうって思いながらね。なぜ俺たちがあんたを始末したいなんて思うと？ BOS ではかなりデリケートな研究をしてたから。リオンズは行かせてくれたにしても、私が知りすぎてると思う人間が上には何人かいた。だからインスティチュートに身を投じたの。 BOS の手が及ばず研究を続けられる場所はここしかなかったから。ファーザーが信用したのだから、疑わしいところには目をつぶらなくてはね。あの人の意見すべてに賛成できるわけじゃないけど、私の身に害が及ぶのを許す人じゃないのは分かってる。ここに来た目的を言って、その後は一人にしてちょうだい。ここにいて満足か？ええ、それはもう。最先端の実験設備と複数の歴史上最も偉大な知性に囲まれてたら、あなただってそう思うでしょ。唯一の問題は風通しの悪さね。私たち全員ここで起きてることの全体像をつかめているとは思えない。で、それは話をする理由に関係あること？ BOS はあんたの助けを必要としているんだ、ドクター。私の助けを？なぜ？私が去った後でも全てをコントロールできているようだったけど。プロジェクトを途中で諦めたのか？それは聞かない方がいいと知るべきね。
私の研究の中身を奴らが教えなかったとしたら、あなたにそれを知ってほしくなかったからよ。私は自分の身を危険にさらすことも、奴らの不都合な真実を吹聴することも決してしない。ちょっと教えてもらえないかしら。一体全体どうして私がまた BOS にすり寄りたいなんて思うわけ？ここで成し遂げた成果を全て捨てなきゃいけない理由がある？ファーザーはこちらを信じてくれた。あんたもそうすべきだ。家族だから信じたのよ。私は違う。だからその言葉も文字通りには受け取れない。それでは足りないの。 BOS はあんたに隠し事をしてこなかった。ここでの隠し事全てに少し疲れてきてはいたの。時々ファーザーは私に全てを打ち明けてないように感じる。知ってはいけない事項が存在するような、そういうのは好きじゃない。だとしてもこの全てにどうして背を向けられる？あんたの研究は連邦を解放するのに役立つだろう。あなたって本当に私の壺をつくやり方を心得てるのね。ええ、そうよ。なぜインスティチュートがこうも突き抜けて利己的なのか、私には全く理解できなかった。上では全ての罪もない人々が死に瀕しているのね。一方で私はといえば、彼らの生活をより良きものにしてあげられるテクノロジーに囲まれているのに。それなのに私たちはここに隠れて、ありとあらゆるものから、全ての人々から自分自身を遠ざけている。そんなの間違ってる。良くないことよ。 BOS に戻ることに決めたわ。でもそれは私一人でやらなければ、あなたと一緒にいるのを見られる危険を冒すことはできない。誰にせよあなたを送り込んだ人に伝えて、 BOS は再びドクター・マジソン・リーの協力を得られると。さて、対面を保つためにと、あなたのピップボーイを見せてもらえるかしら。コーサーのチップをインストールするよう言われているの。ファーザーの命令でね。これで自由な行き来が可能になる。転送装置を使ってインスティチュートに出入りできる力を得たの。コーサーのチップ？何の道具だ？コーサーが使うのと同じものよ。転送装置との接続を確立することで、彼らは、今ではあなたも自由な出入りが許されるの。事の重大さが伝わってないと困るから言うけど、ここでその類のアクセス手段を持っているのはあなただけだから。少なくともファーザーのあなたに対する信頼のほどを証明してくれるはず。それはそれとして、信じてるわよ。私たち二人の間に話し合いがまだ残ってるって。それじゃ仕事に戻るわね。きっとあなたには他にやることが残っているでしょうし。